ベンジャミン・チャンプニーはアメリカ合衆国の画家である。ニューハンプシャー州のコンウェイで活動した最初の画家の一人であり、19世紀後半に近くのホワイト山地の美しい風景を描いたホワイトマウンテンアートと呼ばれる画家のグループを代表する画家である。ニューハンプシャー州ヒルズボロ郡のニューイップスウィッチで生まれた。1838年からボストンの美術印刷会社、ペンデルトン。 エスリーソグラフィーで海洋画家フリッツ・ヘンリー・レーンの弟子になった。1841年からパリに渡り5年間ヨーロッパで絵画を学び一旦帰国した後再びヨーロッパに渡りライン側の風景を描いた。1848年に帰国し描いた作品をボストンやアメリカ東海岸の各地で展覧会を開き展示した。1850年に 友人の画家、ジョン・フレデリック・ケンセットとホワイト・産地を訪れた。ホワイト・産地の風景は、ボストンやニューヨークで活動する画家を引きつけ、チャンプニーは結婚した後、ホワイト・産地に近いコンウェイの街に家を買い、その後50年間にわたって、夏はコンウェイで過ごし、コンウェイの家は多くの芸術家が集まる場所となった。1854年には、ケンセットとドイツ、 スイスへ旅した。1855年にボストン美術クラブの創立メンバーとなり、1856年から会長を務めた。マサチューセッツ州のウーバンで死去した。チャンプニーの作品はニューハンプシャー歴史協会やカリアー美術館、プリマス州立大学のホワイトマウンテン博物館などに残されている。ありがとうございます。